はい、ということで皆さん、こんばんワニ。こんばんワニもゴリラも飽きたからもっと他のレパートリー見せて。うるさい、俺にはこんばんワニしかないんだよ。こんばんワンコ。さあ、ということで皆さん、昨日は本当にもうね、いても立ってもいられません。寂しかったね、ポンちゃんに会えなくてみんな寂しかったね。もうわかる、かわいそうで仕方なくて、昨日ポンちゃんに会えなかったみんなが。でね、うちに住んでるね、あのまこさんとちーっていうね子がいるんですよ。その子たちがね、なんかテオさんのあのテオちゃんポンちゃんチャンネル見るのがいつも日課になってますと言ってたんですよ。で、それを見て寝てますって言ってたの。昨日どうやって寝たかがもう心配で心配。それを考えたら、いや、まこさんとちーだけじゃないと、このチャンネルを見てくれてるかわいいうんこまんたちがみんなかわいそうだと思ったのね、ポンちゃん。だからもう昨日みんなどうやって寝ました？それだけがもう不安でね。1のやつ早くね、見えねえんだけど。それがもう不安で不安で、昨日ね、やっぱね、さすがにね、スカイピースもあるしね、スカイピースもあるしね、なんで2回行ったかわかんないんだけど、まあ毎日投稿ってやっぱ大変なんですよ。だからね、まあテオちゃんポンちゃんだってね、やっぱね、大変な時期だってあるわけですよ。時期があるわけです。でもその中でやっぱり、あっしゃーさまみろーでね、もうポンちゃんがね、みんなどうやって寝てるかなってずっと心配してて、だからもう今日出します。ちょっと遅くなってるかもしれません、今時刻的に。邪魔だ、やめろ。出します。もうみんなもう不安でしょ。あれ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 、変なとこで使っちゃった、変なとこでキノコ使っちゃった。まずい、見えない。ここ2個取らないと、2個取らないと。1個、いやあそこゴールだよね。ここでなんか出て、くっそ、でもこれ当てる、当てる、当てるよ、当てるよ、当てるよ。あー、逆にやられた。あー、ということでね、まあみんながね、昨日の夜をどう過ごしたか寂しくなっちゃってね、今日ね、本当にね、何回寝ても眠い日あるじゃん。あ、これ今寝ないとやばいな、なんか一日持たないなみたいな日あるじゃん。その日なんですけど、もうみんながね、絶対寂しがってると、今日どうやって寝るのみんなって聞いた時に、寝ないって答える人が多いと思って、今日ポンちゃんあげます。もうポンちゃん、あーくそ、危ねえ、取られた。ポンちゃんあげるんですけども、まあ、とりあえず、4万人ありがとうございました。ということでね、テオちゃんポンちゃんチャンネル4万人ありがとうございます。でね、この前ね、ジュキヤとシュンとチハヤと遊んだんですよ。4人で遊んだ時に、コラボしようよみたいな話をしてたのね。でもジュキヤがちょっとコラボちょっと早いんちゃうみたいな、早いかなと思ったんだけど、まあ、ジュキヤがもうちょい貯めたいなみたいな話をしてたんですよ。どこ行っとんねんボケ。で、そしたら、じゃあテオちゃんポンちゃんチャンネルが10万人行ったらコラボしようっていうことになったの。だからみんな10万人目指そう。まあ、特にね、このチャンネルの本当にね、自由にねやってるチャンネルなんで、別にいいんですけどね、10万人、100万人目指してます。ジュキヤとか、シュンとかね、チハヤとか、こう、4人でマリオカードとかコラボできたら面白いなと思ったんで、10万人目指してます。まか、田んぼの土、美味しい、美味しい。ということで、皆さん、誰しもが経験したことあるかとは思うんですけども、映画館とかでさ、やっぱ感動するさ、映画を見たらさ、涙を流すとかあるじゃないですか。で、その時にさ、やっぱり気になるのは周りじゃないですか。でね、こう周りを気に、邪魔くさい、周りを気にしてね、こう思いっきり泣けないだとかっていう時があるじゃん。泣きたいんだよ、本当は。本当はもう血も涙も枯れてない男なんですよっていうことをさ、こう証明したいしさ、そんな証明したいわけではない。2コースギリギリ攻める、そういう時があると思うんですけど、夏にですね、私の友達宮川くんがですね、武道館でライブをしましたと。やっぱね、もう、宮の夢ではあったけども、やっぱ俺たちはさ、その宮が目指すって言ってるところから見てたわけだから、なんかまあそういうのを
をこう見てるとやっぱりねこう感動するんですよね。でその時にミヤがですねオンユアマークをね最後に歌ったんですよ。予報外れの雨だったら僕は前の中でもか歌ってるわけですよ、泣きながらね。でねそれをこう聞いてる時にねやっぱりねもう頑張ってきたなと、あいつ一緒に危ない、なんかスターの音が聞こえるな、で頑張ってきたなと思ってね。でそのライブまあ一応ですねミヤと、あミヤじゃない、カスとジンタンとね3人で見に行ったんですけど、やっぱりねなんか赤コーラがすごい俺の横で同じペースでついてくる。俺の横にねカスタンがいたわけですよ。でねやっぱりオンヤマーク始まった瞬間ねもうボロボロっと泣いてしまったわけです。泣いてしまったんですけど、まあその時にねカスの方見たらねうわこいつ泣いてるよみたいな顔で見てるわけですよ。でねまあうっぜあのカスにねこう泣いてるとこ見られるのなんてもう恥ですよ、恥ずかしいんですけどもう涙止まらないと、どうしよう、あーもうどうしよう、どうしようカス涙止まらない、あーパリコレ外出たら変人。まあね泣きたい時はね自由に泣けばいいって話ですよ。うん、なんか周りとか特にね気にせずね泣いていっていいんですよ。泣きたい時に泣いたっていいんだ。じゃあもうおいでも泣きたいとはもう胸おいで、俺の胸の中で泣きゃいいよ。一人で泣くのはもう邪魔くせえな。一人で泣くのはやっぱ悲しいけどさ、俺のさっきだってなゴール直ハッシュタグひょちゃんぽんちゃんのお時間で、下ネタ言う女子と全く言わない女子どっちが好きですかということなんですけども、アイテム取りはぐった、まあ言わずと知れた下ネタ好き男なんですけど僕は。なんで下ネタは俺はめちゃくちゃ言うんですけど、女子が言ったらどうかなっていう問題はありますよね。さすがにそこは限度っていうものがあるとは思うんですけど、やっぱり女子がさ急にさマンコーってか言い始めてもさ、そりゃ気持ち悪いじゃん、なんかなんだこいつって。でもなんかさてよちゃんがさこうマンコーとか言ったら、まあ面白いじゃん、まあ笑ってくれるじゃん。やばいなこいつ、なんかやばいな、やばいの持ってんな、やばいの持ってるやつは早めに、くっそアップで、うわーブーメランの選手いたかこのレース。なんでまあ別に下ネタはね、あーまあいいと思います。でも彼女じゃなきゃ、彼女が急になんか言い出しても、あこの橋を全部、お前燃えろさあ9位、ここから1位いけるかな、あーもう街中で騒いでるパリピうぜー、あいつらうぜー、街中で居酒屋から出てくるあのパリピ集団うぜーうるせーけど、酔っ払ってる時俺もああなってる可能性があります。酔っ払ってるともう自分の世界に入ってるわけですから、もう周りどうこう気にしないわけですよ。であれうぜえなって俺でも思うし、多分その他の周りの人もなんかあいつら騒いでるうぜえなうるせえなって思ってると思うんだけども、なあこいつはもう熱い。あれね実際ね自分が酔っ払ったらね意外となる。会社の同窓会みたいなやつ、会社のなんか送迎会みたいなやつとかでなんでね、あ、ほっとけ、あら、ああいうやつはほっとけ、俺もほっとけ、ほっとけ、時計をおでこにつけた。先ほどのレースの話なんですけど、まあ街中でうるさいパリピがいたらもうそれはほっといてあげてください。もうね、あなたにも楽しい世界があるでしょ。なんかまあおとなしめの子だったら漫画読んでる時間が楽しいだとかさ、まあ人に迷惑かけてないと思いますよ。でパリピ集団はね迷惑をかけてるかもしれませんけど、あの人たちはああいう世界が大好きなんだな。で私の好きな世界はこう、何が当たったのかな、うーんすごいね、あの人たちでああいう世界が楽しいんだなってほっといてあげてください。ハッシュタグてよちゃんぽんちゃんのお時間で、てよちゃんの文化祭の思い出はって来たんですけど、もう僕の思い出はねもう甘酸っぱいですよ。覚悟できてます僕の甘酸っぱい時間。やっぱり文化祭といったら文化祭当日もやっぱ楽しいんですけど、やっぱりあれですよ、文化祭の準備ですよね。夜学校に残ってね、俺は高校生の時にホラー映画をこう作ってクラスで発表するみたいな、文化祭でみんなに見てもらうみたいなやつをやったんで、ホラー映画を撮るためには、夜学校に残んなきゃいけないんで、夜学校に残ってでみんなで撮ってました。でね、まあその中でねこう女子もいるわけですよ。
でね、女子と学校に残って、こう、あれ、あそこのシーン終わったみたいな、あちゃか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 、夜の学校怖いねみたいな話をしながらね、こう、盛り上がるわけですよ。で、そんな中でね、やっぱり、こう、二人っきりになる瞬間とか、あるじゃないですか。屋上行って、青返し。あるじゃないですか。うらぁ危ねえ。あ、やべ、変なとこ入っちゃった。変なとこ入りたくない。なんか、あーうぜ、いい感じの時になった瞬間に、友達来ちゃうとかね。で、まあ、そんなある中で、今、TikTok とかあるじゃないですか。だからね、学生はね、もっとね、いろんなね、携帯を活用したりしていいから、あ、やばいな、これ。ちょっとアイテム取ります。アイテム取りに帰ります。11位から1位目指します。この3、いやー、無理だ！ゴールこんな近かったなんて聞いてない！やだやだやだ、一人やんなかった！誰もいない、誰もいない、置いてかれてる、あー、みーなー、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとう、おめでとう。なんでね、文化祭とかね、何の話してたっけ。もう最後がビリだったのが衝撃的すぎて、本当にもう悲しくて、3本目の眉毛生えてます。でもなんかこの俺のね、実況をね、こう見ながら寝てるってまこさん言ってて、でまあ寝る前に見てるっていう人もいたんだけど、日に日にね、ちょっとね、うるさくなってるな俺っていうのがあって、あとは日に日にエンディングが長くなってるから、もうエンディングもパパッとね、校長先生の話も長いの嫌じゃん、もうそんな感じじゃん、エンディングなんて。だからもう早くまとめるんですけど、寝る前に見て寝て、見る前に寝て寝て、見る前じゃない、もう寝る前に見て寝て、おやすみ、バイバイ、